はい、どうも皆さんこんにちは、イサクトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ビジョンズワールドラストステージダークレインのギミック、そして対策ご紹介していきたいと思います。まずはですね、厄介な攻撃は5ターン目に飛んでくる単体の闇属性を下げながら闇属性の攻撃をしてくるタイランとフォース、まあそれ以外にも結構厄介な行動がありますのでご紹介していきましょう。まあ1ターン目から順々にやっていこう。まず1ターン目は物理のダメージカット、そして魔法のダメージカット、これを貼っていきましょう。シェルガ、プロテガで、今回はまあエアリスもしくは、帝王フィーナ採用すると思うから、まあその辺はね問題ないんじゃないかなと思います。で、レーゲン使う方は、まあ、開幕ね、75% のステータスデバフが敵に入りますので、2段突き物理攻撃のダメージは抑えることができます。これでもまだダメージ食らっちゃうよっていう方はフルブレイクダウン入れて、さらに高倍率のデバフ入れてあげてください。で、2ターン目、闇属性の攻撃をここからやってくるようになりますので、闇耐性の 100% バフを味方全体にかけていきましょう。まあ、フィーナをお持ちの方は、フィーナでも闇耐性の 100% バフができるようになっておりますと。そういう感じでね。なので、今回重要なのは、パーティー全体の闇属性耐性、そしてダメージを抑えるプロテガやシェルガが必要になってくると。で、ダーガの魔法は、まあ、魔風剣とかで無効化してもいいんだけど、こんな感じで闇耐性を上げることで無効化も可能となってますと。で、3ターン目はそこまで気をつける必要がないんですけども、まあ、一旦ね、今回は、まあ、ノクトだけなんでちゃんと行動させてるかっていうと、まあ、ノクトを使う方が結構多いんじゃないかなと思いまして、まあ、ノクトを含めたこう戦い方っていうのをご紹介していきたいなと思います。で、ノクトを使うと、どうしても、まあ、最低6ターンかかってしまうと。で、このジハードも闇属性の攻撃となってますので、闇耐性を味方全体持っていればダメージを抑えることができます。そして4ターン目、まあ、ここはノクトジャンプターンになってますと。で、まあ、一応ステータスのバフで、闇属性、あ、光か、まあ、悪魔キラーを付与しておきましょうと、まあ、特に別に意味はないんだけどね。そしたらノクトジャンプ、他のキャラクターたちは防御やっていきましょう。まあ、ノクトを使うと絶対4ターンに、まあ、ジャンプさせると。で、自分に今自己バフかけたの分かったかな、闇がうんたらかんたらみたいなちょっと読めなかったけど。で、魔力ステータスのバフがかかりましたと。で、これをやってくる次のこの5ターン目の攻撃がちょっと非常に厄介で、 HP が 50% 以上だと単体、今引き付けはアクオメ 100% にしてるんだけど、アクオメにこのタイラントフォースっていうのをやってくる。しかも闇属性耐性を大幅に下げてやってくる。もともと僕のアクオメなんですが、裏の装備闇耐性435持ってるにもかかわらず、闇のデバフを入れられてマイナス265までされてしまう。だからこの状態で今4600ぐらいダメージを食らってしまったので、まあ、5000のね、ここまで食らっていいですよっていうボーダーを突破しやすくなってしまう。だから今回の対策としては、闇属性の魔法とかジハードに関しては闇耐性を上げることで無効化ができます。物理の攻撃に関してはプロテガ、そしてデバフを入れることでもう問題なく軽減ができると。なので今回はこのタイラントホースの軽減の仕方をご紹介していきたいと思います。それがこちら、 HP を 50% 以下にする、これがですねタイラントホースの防ぎ方となっております。まあ、このターンは基本準備期間になってますので、まあ、グラフやアクオメなんかはやることがほぼない期間となってます。なのでこうすると、本当だったらタイラントフォースを打ってくるために自分の魔力も上げている状態にもかかわらず、まあ、いつも通りの物理攻撃をやってくるという形になってますので、 HP を 50% 以下にすることで単体の闇属性の魔法攻撃タイラントフォースは無効化することができます。これによってですね、非ダメージポイントを大幅に軽減することが可能となってますので、ぜひね、ここで苦しんでるよと、ダメージどう抑えたらいいのっていう方は HP を 50% 以下にして攻略してみてはいかがでしょうか。その他にもね、わかんないこととかちょっと不明な点があれば、ぜひねコメントとかで教えていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それではさよなら。